みんなには私の依頼を受けてもらう。達成すれば大きな報酬を与えてやろう。ただし、受け取れるのは一人だけだ。背中のスパイコードが他のスパイによって密告されたとき、そのスパイは追放となる。まあ報酬のためにせいぜい頑張るがよい。背中につけられたスパイコードを本部に密告せよ。密告します。エミリー15。密告の情報はメールで通知。密告されたらゲームから追放される。ボスからの任務をこなし、制限時間以内に一人になれ。エリアに散らばり13人のプレイヤーたち。めっちゃついてくんねんけど。おい、緑ばっかりやんけ。今回のステージは島、住宅地、繁華街、森林と3つのエリアに区分けされている。怖いな。今報酬をかけたスパイゲームが幕を開ける。あー、ちょっとガラス張り多くない？ここ装備を着てください。始まります。ここだとちょっとバレそうだから、あ、くる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 。3、2、1、始まった。いやー、こわ、始まったさあ、開始しました。密告中、頑張りましょう。うわー、待って、ここ人いそう人いそう、待って、怖いから、こうしよう。うん、ボスからの依頼、データを入手しろ。ミッション、データを入手せよ。ゲーム終了時までにデータを入手しなければならない。データを入手できる場所は森林エリアに1カ所、住宅地、繁華街エリアに2カ所ずつある。また入手したデータの色によってもらえる報酬が変わる。ただし報酬を受け取れるのは1人だけだ。これミッション行けなくない？だって誰一人もねえ、追放されてないでしょ、これ。これなんだ、これ。壁か。やばいなぁ。バレそうやなぁ。はい、僕の番号は、35番です。今日なんかゲーム実況一緒にコラボさせていただく方結構いるんですけど、もうみんな初対面の人もいる中、そう、初対面の人たちに、なんかもう、え、何こいつ目がめっちゃ離れてるんだけどとか、なんか、めっちゃバカにされるっていうね。もう非常に僕は今腹が空いています。どうしよう。お、捕まった。誰か死んだんじゃない？密告されたかもしれん。誰やろ。誰かが密告された。密告されたのはピロピロピロってきちゃったけど、あ、てかもう密告者いんの？しょぼしはやだよ、しょぼしはやだよ。うえーやーこんな早く見つかると思わなかった。マジかー。甘栗追放。時は遡る。まあ、5種類あるスパイコードの密告したのはスケルトンファーズ。オッケー、見た。俺は見たよ。陰キャ戦法で。あ、いた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 。スケルトンファーズです。密告します。甘栗さん69番です。甘栗選手は密告されました。さようなら。甘栗さん密告されました。さようなら。ということで。よしよし。これマジ警戒だからね。やっぱ、スクレートンフォーツ。スクレートンフォーツさんが密告したらしいですね。ということで、なんかね、俺の近くにはあんまいなさそうなんで、ちょっと移動したいなと思い。これはやばくない。おゆきやくん、おい、ゆきやくん見えちゃった。今98番じゃなかった？違う？逆だ。ちょっとこれヤスさんと組むしかないかもしれない。ちょっと待って、ヤス、俺の見たんじゃん。もう甘栗さん脱落してるやん。やば。電話かけてみよう。早くないっすか？ちょっとね。近くにいたんすか？お互い。ちょうど僕が行こうとした瞬間いたんすよ。ちなみに何エリアにいるんですか？まあ、僕は今ちょっと繁華街エリアにいますね。繁華街ね。なるほど。じゃあねー。あ、誰やあの人？スケルトンファーズか。そっか。
99やったよな、確か。この人誰や、わかんねえ。間違い密告は即追放される。駐車場あたりいると思うんだけどな、一人ぐらい持ってる人がいないかな。いなかったらいなかったらいいんだけど、正直言ってこの窓からこう俺の番号が見られたらもうおしまいなんですよ。もうまたピロピロなったぞ。誰かが密告された。僕じゃありませんように。密告されたのは誰がやられたんだ。さっき死んだじゃないですか、一緒に。そうですね、あゆみさんにこそ。ああ。ナード追放。あれ待って、ナードさん。時は遡る。どうもこんにちは。密告したのは、あ、こんにちは。またスケルトン。やばい、いたいたいた、誰だあれは。はい、スケルトンファーズです。密告します、はい。ナハトハトさん21番です。どんどん追放されてんな、みんな。待って待って待って、ナハトさん。またスケルトンパーツさんじゃん。マジかよ。やば。あそこ、やばいな。繁華街エリア、人がいっぱいいるんだな、きっと。皆さん、僕の見ました？見えちゃった。見えちゃった。ほんまにっすか？うん、見えちゃった。うわ。ハチ入ってるっしょ。いや、入ってないっすよ。嘘だ。くそ。でも見えたんじゃないですか、今。多分完全に後ろ見えましたよ。チラッと見えたよ、多分。まさかおると思わないじゃないですか、降りたらそこ。いや、なんか落とすんなと思って、ちょっと移動できねえと思ったら、上から降ってきたね、ペンギンが。なんかね、俺の近くにはあんまいなさそうなんで、ちょっと移動したいなと思います。ここは人いなさそうだからな。超端っこ。森林エリアでいいのかな、これ。多分どっかにあるって聞いたから。データはエリア内のどこかに隠されている。なんだっけ。何に耳あり、障子に目ありだっけ。壁に耳あり、障子に目ありか。目ありって言うと、なんか、障子に目ありっていうさ、障子に目ありっていう、ジブリ作品来そう。次回作障子にメアリーご期待ください。大体半分以下、半分以下までいったら、まあ行動化しようかなと思います。逃走中でも隠れた人が結構生き残ったりするので、ちょっといや、また後でユキヤ君と報道しよう。あ、そうっす。やっぱまだやっぱ人が多い分、信じれないっすね。あ。え？あ。あ、もうやったやったほんまにやっうわ、やったよく見えなかった、ほんとに。いや、絶対言いましたよ、ね。多分、録画で見直せばわかると思うけど。ほんま最低っすわ、ちゃんと俺見ないと移動したのに。うわ、こんわ最低やで、これ来たら大人やで、ほんまに。やっぱこれ端っこにいないと負けますよね、やっぱ。強し。もう端っここそ正義。正義。怖いですよね、なんかどっかから見られてそう。家の中とか。あー。意外と長いな、この山。あ、てっぺんがある。てっぺんに登ってみるか。てっぺん大好き。てっぺん大好き。クリストファーロビン。まあまあ、しゃあないかなって思うんで。あ、いや、でも、本当に俺わかんない。ほんまっすか？ほんと。一瞬だったからさ。いや、でも来た。まあいいや、じゃあまた後で会おう。ちょっと、あ、そうっすね。生きてたらな。怖っ。じゃあ、そうっすね。海の家。お、え？誰だ？おっと？誰だ？誰かが密告された。